こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は3月中の、マヤ暦とカードリーディングをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。3月ね、もう結構経っちゃったんですけれども、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まずですね、マヤ暦の方からね、やりたいと思います。で、マヤ暦は3月中はですね、青い猿、黄色い種、赤い地球っていう流れになります。で、この青い猿の時からね、説明していくとすると、2月の28日から3月12日までが、青い猿の時なんですけど、この青い猿の時っていうのは、楽しむことにフォーカスするとか、ゲーム感覚で乗り越える、感謝を忘れないようにするっていうのが、いい感じになりますね。で、この、マヤ暦っていうのは宇宙の流れが降り注ぐって言われてますので、これをね、意識すると、このシンクロミラクルが起きやすいって言われています。で、その次が3月の13日から、3月の25日が黄色い種の時になりますので、ここはですね、得意なことを極めるとか、気づきを大事にする。興味のあることをどんどんやっていくっていう風にされるといいと思います。で、この時っていうのは、やっぱ勉強とかね、結構するといいんじゃないかなと思いますね。はい。で、その後ですね、3月26日から4月7日、4月に入りますけれども、赤い地球の時で、この時は本音で語り合う、一体感を大切にする、絆を大事にするっていうのを、されるといいと思います。まあ、全体的にこのね、3月中の流れを見たときに、まあ、この自分自身がこう楽しみながら、自分のね、やりたいことを極めていって、今この赤い地球がね、この後半のとこにありますので、ここでね、多くの人たちと分かり合うというかね、なんかそのような流れがあるのかなと思います。じゃあ今度は、カードリーディングを、やっていきたいと思います。で、カードリーディングはこちらのですね、ギャラクティックルーツカードっていう、カードになりまして、こちらは、108枚カードがね、いろいろありまして、この宇宙カードなんですけど、この、ね、リサロイヤルさん の、 あのカードになりますので、こちらで、108枚からね、 ABC で、選んでいただくような形でやっていきたいと思います。結構ね、このカードは本当にね、ドンピシャなことがね、来ますので本当恐ろしいぐらいドンピシャなものが来たりしますのでね、皆さん今月3月中どんな感じになるかね、楽しみですね。はい、じゃあ引いていきたいと思います。ちょっと手元を移していきますね。はい、じゃあ、こちらのカードから ABC 引いていきたいと思います。一番最初は A のカードで、これだね、もうすぐ決まりました。 A で、 B のカード、 B、 これね、 B のカード、これで、 C のカードはこれですね、 ABC、 速攻決まりましたね。はい、じゃあ、ABC でちょっとこういう感じがいいかな。これが A で、これが B、これが C だね。ちょっと見ちゃった。はい、見えますか？これですね。はい、A、B、C、この中から選んでくださいね、皆さん。3月中どんな、皆さんの流れになるか、A、B、C から選んでください。じゃあ、一番最初この A のカードからいきたいと思います。はい、 A のカード、どんな内容になるか、3月中いきます。ポン。お、レムリアですね。すごいですね。レムリアの過去47ですね。はい、この、A のカードを引いた方の、レムリア紀の地球の過去になるんですけれども、3月中のね、この方の、メッセージとしては、女性的な文明のサイクルが再び、訪れようとしている、
まあ、この古いやり方がですね、ちょうど崩壊していて、新しい、まあ、女性制の時代とかね、言われていますけれども、このね、カードの方っていうのは、この地球のレムリア紀と強い関係があって、今世に、影響を与えている、ものがね、結構このレムリア紀にあるっていうところがあるのかなと思います。でですね、このレムリア紀のガイドがあなたとつながろうとしていたりとか、あとはそのレムリアの象徴する調和とかスピリチュアルな生き方を、なっていくというかね、まあ、今現在そうなのかもしれないですけども、よりそこがね、色濃くなっていくような流れなのかなと思いますね。ちょうどやっぱね、男性性が強いところか女性性のエネルギーっていうところがあると思いますので、このカードを引いた方はこのレムリア紀と関係があって、そしてこの女性性を意識するといい、流れですね。あとはそうですね、チャンネリングするとそうですね、ご自身によって、まあ、ご自身のね、平和的な波動であったりとかエネルギーっていうのが、まあ、自分自身もそうですけど、周りを癒していくような、そんな流れなのかなと思いますね。はい。まあ、今ね、この A のカードの方は、そのような流れでした。じゃあ次、B のカードの方いきたいと思います。B のカードの方はこちらですね。プレアデス、現在、奉仕に専念するっていう、カードが出ています。なるほど。奉仕に専念するだってすごいね。で、このカードのところはですね、まあ、このプレアデス人っていうのは奉仕に専念する種族だったんですけれども、まあ、何千年の間人間と交流してきて、まあ、いろいろなね、この奉仕っていうとハートの愛を送ったり、奉仕は本当に小さなことから始まるんですけれども、このね、プレアデスの、まあ、過去世があったりする方が多いのかなと思います。で、3月中ね、この方、プレアデスのね、このね、カードを引いた方っていうのは、まあ、奉仕をね、一生懸命されるといいのかもしれないですね。自分でできることを精一杯やるっていうところ。で、奉仕は自己犠牲に、的な行為であり、何らかの代義に人生を捧げることだとよく思われますが、しかし奉仕はかなり柔軟な概念で、何を行うかよりもどのように行うかが大事ということですね。社会全体がそう思えるようになれば、愛と奉仕のエネルギーが地球の生活の隅々まで浸透していくっていうことになりますので、まあ、自分でできることを精一杯されるといいのかなと思いますね。3月中ね、それを意識されるといいのかなって思います。はい。あとはですね、チャネリングするとそうですね、やっぱりこの感謝を伝えていくとか、今までね、多くの方たちに支えられながら、生きていると思いますので、そのあたりのところをこう何当たり前のことではないので、感謝を伝えながら、過ごされるといいんじゃないかと思いますね。そうするとまたシンクロミラクルが起きたり、してくるんじゃないかと思います。もう3月ね、6日になりますので、まあ、今月中はね、そういう感じで過ごされるといいんじゃないかなと思いますね。いいカードですね。はい。じゃあ、今度 C のカードはね、何のカードが出るかちょっとやっていきたいと思います。あ、なんかすごい。C のカード、傲慢さっていうのが出てますね。C のカードの方、ちょっと厳しめかもしれないですね。はい。この傲慢さっていうところは、まあ、こと座人の、こと座の現在になるんですけど、こと座人のネガティブな性質の一つに傲慢さがあります。傲慢さとは、物事のあり方について自分が一番よく分かっているという信念です。太古の昔、こと座人は多くの文明に自分たちの、こととか押し付けて、それで悲惨な目に遭っているみたいな 書いてあるね。自分の中にある力強く自信満ちた言葉のエネルギーとバランスをよくつながり、境界をしっかり張っていく。
多くの場合、人間は普段の行動を通して人にどう扱ってほしいか伝えています。このテーマがどんな形で現れているか正直に見つめ、優しく愛のある方法でバランスを取りましょうということなので、今月のね、やっぱりこう3月中のテーマとしては、このね、C のカードを選んでいただいた方は、このね、自分自身をまあよりよく見つめていくっていうことですね。あとはやっぱりその自分が、そうですね、押し付けみたいなところがちょっと強ければ、そこを改めていくっていう風にされていくといいかもしれないですね。あとはそうですね、チャネリングするとすると、そんなに肩肘張らなくてもいいよっていうところかなと思いますね、そんなに肩肘張らなくてもみんな自分のことサポートしてくれますし、自分は自分でね、素敵な方ですから、そんな頑張んなくてもいいよっていうところで、ちょっと力抜くみたいなところかもしれないですね。はい、はい、じゃあね、この ABC の、カードですけれども、すごいまた個性的なねカードが出ましたね、3つ ABC で。はい、これで、まあ、全体のところで、あと3月中の、チャネリングをちょっと入れていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。やっぱりこう自分の存在に対して感謝していくっていうことが一番大事ですね。自分に対して感謝していく、どんなことをねやってもこの人生っていうのはいいんですけれども、その中で、やっぱりこう自分が生かされていたり、自分が存在しているっていうのは当たり前のことではないですから、それについて感謝していく、ありがとうっていう気持ちで、ね、感謝して、その気持ちを魔法師とかね結構出てますけれども、そのような感じで、できることをね、自分が感謝、自分に対して感謝するのもそうなんですけれども、人に対してそれを伝えていくとか、そのようなことをされていくと結構道が開きやすいのかなっていう気がします。あとは地球全体の流れとしては、やっぱりこうゆったりと、このカードね全体的にこう優しいカードが多いような気が、こことかねちょっとあれだったけど、全体的に優しいカードが多いですから、この流れに任せるとか、ゆったりと過ごされるといいのかなと思います。はい、じゃあですね、今回は3月の、マヤ暦とカードリーディングについて、皆さん言いました。はい、ありがとうございます。ぜひね参考にしていただけたらと思います。